中学史 VS 政令史 VS 剣。人口50万から100万未満の自治体対決シリーズから勝ち抜き中学史の兵庫県姫路市と鹿児島県鹿児島市、そして最大人口中学史の船橋市、最小人口政令史の静岡市と島根県高知県の比較対戦です。論より証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、小売業年間商品販売額は静岡市、宿泊飲食業売上は鹿児島市、農業産出額は高知県、年少人口比は姫路市の生活市、実質交際比率は船橋市、建設業売上は静岡市。鹿児島市の競り勝ちです。1点差の2位は静岡市。2試合目、卸売業年間商品販売額は静岡市、週間人口比は静岡市、農林漁業売上は高知県、小売点数は高知県の僅差勝ち、医療福祉売上は高知県、製造業従業者数は静岡市。静岡市の勝利です。7点差の2位は高知県。3試合目、小売業売り場面積は島根県の競り勝ち。小売業年間商品販売額は静岡市、生活関連娯楽業売上は静岡市、工業はデータ不足、不動産物品業売上は静岡市、課税対象所得は船橋市。ダブルスコアの静岡市の圧勝です。22点差の2位は船橋市と島根県。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していきます。静岡市の好調スタート、2位争いは混戦です。4試合目、製造業現金給与総額は姫路市が高い、年少人口比は姫路市を競り勝ち、小売点数は高知県の僅差勝ち、実質交際比率は船橋市、ゴミのリサイクル率は島根県の競り勝ち、製造業従業者数は静岡市。姫路市の勝利です。5点差の2位は島根県。5試合目、昼間人口密度は船橋市が圧倒的、複合サービス業売上はデータ不足、農林漁業売上は高知県の競り勝ち、人口密度は船橋市の圧倒的、財政力指数は船橋市の僅差勝ち、卸売業従業員数は静岡市。船橋市の僅差勝ちです。3点差の2位は鹿児島市。第5試合終了時点の順位、静岡市が1位を維持も上位から下位の差が縮んでいます。6試合目、生活関連娯楽業売上は静岡市が高い、小売業従業員数は静岡市の競り勝ち、果樹地人口密度は船橋市が圧倒的、飲食店数は高知県が高い、全産業売上は静岡市が高い、建設業売上は静岡市が高い。静岡市の圧勝です。23点差の2位は鹿児島市。第6試合終了時点の順位、静岡市が1位を盤石にしています。鹿児島市が2位を優位にしています。7試合目、財政力指数は船橋市の僅差勝ち、製造業現金給与総額は姫路市が高い、地方税は静岡市が高い、実質交際比率は船橋市、製造品出荷額は姫路市が高い、経常収支率は姫路市。姫路市の勝利です。11点差の2位は静岡市。第7試合終了時点の順位、姫路市が2位、鹿児島市に勝ち点2差に迫っています。8試合目、中間人口密度は船橋市が圧倒的、小売業従業員数は静岡市の競り勝ち、サービス業売上は静岡市が高い、情報通信業売上は静岡市の勝利、医師数は鹿児島市が高い、果樹地入間人口密度は船橋市、鹿児島市が接戦を制しています。4点差の2位は静岡市。第8試合終了時点の順位、鹿児島市が一気に2位の座を固めています。9試合目、出生数は鹿児島市の競り勝ち、小売点数は高知県の僅差勝ち、製造品出荷額は姫路市が高い、建築床面積は姫路市の競り勝ち、地下診療所数は鹿児島市の競り勝ち、建物火災の少なさは船橋市、鹿児島市の僅差勝ちです。1点差の2位は姫路市。第9試合終了時点の順位、静岡市の1位、鹿児島市の2位が確定しました。最終戦、地方税は静岡市が高い、飲食店数は高知県が高い、人口密度は船橋市が圧倒的、課税対象所得は船橋市の競り勝ち、果樹地入間人口密度は船橋市が強い、
卸売業年間商品販売額は静岡市。静岡市が接戦を制しています。2位は船橋市。全10試合の最終結果が出ました。静岡市勝ち点71、鹿児島市勝ち点54、姫路市勝ち点37、船橋市勝ち点33、島根県勝ち点28、高知県勝ち点23。1位4回の静岡市が安定した強さで優勝。不安定ながら1位3回と勝ち越す成績を見せた鹿児島市が2位。注意力より下回ってしまった姫路市は3位止まりです。1位1回取るなど活躍を見せるも、3回6位が最多となってしまった船橋市は4位。1位を取れず、他が全部2回ずつの島根県が5位、5位4回が最多ゾーンとなってしまった高知県は厳しい戦いとなってしまいました。政令市の強さを見せた静岡市、そして2回連続2位通過となった鹿児島市の勝ち抜け。次は岡山県岡山市、徳島県、東京都江戸川区と足立区が登場します。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。